皆さん、こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢だよ。霊夢、今日は、日本人は一体どこから来たのか？最新 DNA 解析で分かった真実について解説するぜ。まあ、歴史よりも科学っぽくない？私にも分かるように詳しく教えてよ。うん、私も科学は苦手なんだけどさ、最近の科学の進歩は著しいもんで、遺跡から発掘される人骨の化石から取った。DNA の遺伝子情報から、いろいろなことが分かって、数十万年に及ぶ人類の歩みが次々と明らかになり、今まで謎とされてきた日本人のルーツも分かってきたってことなんだぜ。それではゆっくりしていってね。それでは、これまで、日本人のルーツはどのように考えられてきたのか、定説から紹介するぜ。まず、日本列島には、狩猟採取をしていた先住民の縄文人がいたんだけど、そこへ大陸から渡来した弥生人が、稲作をもたらした。そして弥生人は縄文人と混血していった、または争って縄文人を排除したとされていた。この縄文人と弥生人の二重構造が、現代日本人につながるルーツだと考えられていたんだって。ふむふむ、縄文文化を作った縄文人と、弥生文化の弥生人は、別のグループだったってかい。そう、しかし、DNA の研究で、縄文人と弥生人が混血したのだったらば、現代日本人は、もっと縄文人的であるはずが、そうでないために、もっと後の古墳時代に、大陸的な遺伝子を持った人たちが入ってきていた、と考えざるを得なくなったんだって。そして、弥生時代の次の古墳時代にも、古墳人というべき、大量の渡来人が日本にやってきていて、いろいろな技術や農耕文化をもたらしたという、三重構造になっていることが分かったんだぜ。え、島国なのに来れたんだねー。おう、現世人類の最初の到来は石器時代で、4から 3.5 万年前。この頃は北海道と九州も大陸とは地続きだったんだって。その後、約1万2000年前頃に最終氷期が終了、急激な地球温暖化で、海面上昇して日本列島はアジア大陸から分離したのだぜ。そういうことで、縄文人から取り上げていくぜ。わかったわ。縄文時代は、年代で言うと今から約16,500年前から約3,000年前のことだぜ。なんで縄文時代というかといえば、この時代に作られた土器の特徴である、縄目の文様から、縄文土器と呼ばれ、時代も土器と同じ呼び名になったわけだ。え、想像を絶する昔だけど、13,500年も続いたのね、すごいわ。うん、縄文時代は、世界史では中石器時代または新石器時代に相当する時代なんだよ。創世期、早期、前期、中期、後期、晩期という6期に分けられているんだって。そして旧石器時代と縄文時代の違いは、土器の出現と縦穴式住居の普及、貝塚の形式の違いなどだ。青森県大台山本遺跡では、世界最古の約16,500年前の土器が発見されているんだぜ。縄文人は、弓矢での狩猟や、貝塚から魚籠、植物の採集などで暮らしていたんだが、打製石器、磨製石器、骨格器などの道具を作って使用していたんだって。え、狩猟民族だったのかい？うん、でも、雑穀や喧嘩、栗、くるみなどのことなどの栽培や、野生の犬は、穀物のヒエを栽培したとかの研究もあって、なんと約6000年前の岡山県浅根花貝塚からは、稲作を行っていた証拠が発見されて、縄文時代前期には、すでに稲作が行われていたことが判明したんだぜ。え、狩猟ばっかりじゃなくて、お米も作っていたとは。うん、戦乱もなく平和な時代だったみたいだし、縄文土器の模様とかがオシャレとか、縄文人の生活を再現したりと、今、ブームらしい。え、現代人が憧れるような文化だったのかい？だな、で、この縄文人の骨から採取した核 DNA 解析で日本列島への集団移住の歴史を推定すると、まず第一段階として約4万年前から約4400年前の旧石器時代から縄文時代の中期にかけて、第一波の渡来民がユーラシア各地から、いろいろなルートで日本に流入したことがわかるんだって。この集団は、現在の大半の東アジア人とは大きく異なる DNA を持っていて、縄文人へと発展したと考えられるそうだぜ。愛媛県の上黒岩岩影遺跡や富山市の小岳貝塚、千葉県の小作貝塚など、から発見された人骨を調べると、いずれも大陸で発見された人骨とはいった独自の遺伝情報を持っていたということなんだ。なるほどね。そう、で、縄文人の平均身長は、男性が 160cm 弱で女性は 150cm 弱、がっしりした体型で彫りの深い顔立ちが特徴だったみたい。なので、東南アジアに起源を持つ人々ではと考えられてきたが、福島県の三寒寺貝塚人骨、北海道礼文島の船泊遺跡縄文人骨の、父系母系両方の遺伝情報が入った核 DNA 解析の結果で、東ユーラシアの人々の中では遺伝的に大きく異なる集団と判明。そして北海道や東北の縄文人は、本州や九州の縄文人とは、
かなり異なっていて、本州と九州の縄文人は現代の東アジア人に似ていたんだって。え、縄文人は、現代の日本人とは違う DNA なのかい？そう、人類の起源はアフリカで、約6万年前に数千人のホモサピエンスが、ネアンデルタール人、デニソワ人などの、旧人と各地で出会って交わりつつ、ユーラシア大陸を東進して、朝鮮半島経由とシベリア経由で日本列島に到達したのが、縄文人になったということだぜ。うわぁ、壮大だねー。うん、次は弥生時代だ。年代は、紀元前10世紀頃から紀元後3世紀頃までだ。なんで弥生時代というかといえば、明治17年1884年に、現在の東京都文京区弥生の、弥生町遺跡で発見された土器が、弥生式土器と呼ばれたことが由来だ。ただし、現在は都市化が著しくて正確な発見地はわからなくなってるんだって。あらまあ、東京の中心で発見されたとは。うん、で、弥生時代は、稲作を中心とする農耕社会が成立したんだ。稲作は、北部九州から本州最北端以北を除いて、あっという間に日本列島各地に広まったんだぜ。そして農耕社会が成立したために、地域集団が形成されていき、農耕社会の発展で地域集団は大型化したんだって。そして環濠集落が、営まれたんだぜ。ほほう、農耕社会ができたのかい、環濠集落って何？おう、周囲に堀を巡らせた集落のことで、村だな。それにこの時代に、墳丘墓が、多く築造されているんだけど、これは、大型地域集団の主張墓と見られていて、貧富の差とか身分差ができ始めていたわけなんだ。まあ、だんだんと進化していく感じするわね。うん、当時の日本列島は、中国からは倭国と呼ばれていたんだ。で、日本列島にあった大型地域集団の中には、中国の王朝と通行する集団もあったので、そういう集団は中国から国と称されたのだって。そして紀元前後になると、100前後の日本列島の国が、中国と通行していたということなんだぜ。和の名の国王は、五冠絵師を出して金印を授与された記録があり、筑前の国中郡氏が島村かなの先または金の浜で発見され、筑前福岡藩黒岳に伝わった、国宝の金印が有名だぜ。まあ、歴史っぽくなってきたじゃん。そう、そして各 DNA 解析で、日本列島への集団移住の歴史を推定したら、弥生時代は、第二段階の縄文時代後期に、第二の渡来民が、北東アジアから渡来して弥生人を形成したということなんだ。この渡来民の弥生人は、縄文人の DNA とは大きく異なっていたし、後で出てくる第三期の渡来民とも少し違うんだって。研究者は、漁労を主とする狩猟採集民と、狩猟採集と農耕を行う海の民と推定。弥生人は、日本列島の中心部で縄文人と混血し、北海道や東北、南西諸島の縄文人には影響しなかったとしているんだ。え、それじゃあ、稲作を大々的に伝えてきたのかな？お米は主食だし、飢えをしのげるということで画期的な植物だ。しかも、連作障害がない何年も同じところに植えても育てられる植物なんだ。一度に伝わったのではなくて、大陸から渡ってくる人は必ず持ってきたとも考えられるぜ。なるほど、何年何月と特定できないってか。うん、仏教だって、公式に伝来する前から入っていたということだぜ。ところで、弥生人は、北九州地方の遺跡の亀棺墓などから、出土する人骨から、身体的特徴は、主な長で彫りが深く、男性約164センチメートル、女性約150センチメートルという長身、そして下戸なんだって。また、朝鮮半島とアジア大陸島から渡来した大陸系弥生人と、縄文人が直接新文化を受け入れて誕生した縄文系弥生人、それに両者の混血である混血系弥生人とに区別されるらしいぜ。え、弥生人ってお酒が飲めないのかい？うん、そして、古墳時代に突入だぜ。古墳時代は、3世紀中後半から7世紀頃までだ。3世紀中頃、近畿地方に前方後円墳が現れ、それに伴った墓制、墓の作り方のことが、急速に列島各地に広まったのだ。これは、畿内、北部九州、北関東、山陽、山陰に並立していた地域政治集団が、九合、まとまる子として、大和王権が形成されたという意味だと考えられているみたい。また、馬の飼育が始まり、かなりの文化的変化が生じたと言われているんだ。え、国家ができたのかい？いや、まだ初期の段階でもなくて、連合王権程度だろうと言われてる。それと、まだどの時期から朝廷と呼ぶかははっきりしてないんだって。そうなんだ。そう、4世紀後半から大和王権は、列島の主要部の支配を固め、武器や農具の原料の鉄を求めて朝鮮半島へ進出。半島の諸国の国際関係に介入を開始したんだけど、同時に朝鮮や中国の技術と文物が流入できたんだって。そして5世紀になると、大和王権は朝鮮半島諸国との関係を優位にするために中国に貢ぎ物を送り、感謝をもらおうとして、
中国の南朝との通行を活発に行ったのだぜ。というわけで、中国史書には、倭の五王として名前が残っているわけだぜ。まあ、やっと資料が出てきたわね。そう、そして核 DNA 解析で、日本列島への集団移住の歴史を推定したら、弥生時代は、第2段階の縄文時代後期に、第3段階前期の約3000年前から1700年前に、朝鮮半島から稲作を主とする渡来民が流入して、水田稲作を導入。この集団は、主に北九州、畿内に、関東という日本の中心軸に広がったが、その他の場所にはあまり影響を及ぼさなかったのだぜ。そして、第3段階後期の約1700年前からは、政治の中心が畿内に移った。そして朝鮮半島に加えて現在の上海周辺からも、渡来民が流入し、東北地方居住の縄文人の子孫たちの大半が、北海道へ移って、代わって弥生人の子孫を中心とする人々が、東北地方に住み着いたのだって。それじゃあ、アイヌの人たちは縄文人の子孫なの？おう、3段階に分かれて渡ってきた人々は、混血していったけど、日本列島の端っこの北海道のアイヌ民族と、沖縄人は、あまり混血の影響を受けていないので、縄文人の DNA を濃く受け継いでいるのだって。それは貴重だわね。うん、それと、古墳時代の渡来人の記録もあって、日本書紀に柚木の君一族が、朝鮮半島の百済から120件の人を率いて帰化したとあるのだ。柚木の君一族は、八幡神社、稲荷神社を創始し、蚕や絹などの織物や土木技術、砂鉄や銅などの採鉱と精錬の技術や、薬草なども広め、果たしの祖先と言われてるんだよね。まあ、最先端の技術を持ってきてくれたのね。そう、そして古墳時代の人骨だ。金沢市の岩で横穴墓で出土した人骨には、縄文人と弥生人と共に、中国の黄河流域などの東アジアの広い地域から来た集団の遺伝情報が加わっているということなんだぜ。古墳人は、弥生人が持っていない、東アジア人に多い特徴を持ち、高身長で、さらに現代日本人と、遺伝的な特徴がほぼ一致するんだって。まあ、古墳人に親しみ持っちゃうわね。だな、古墳人といっても、大型古墳の被葬者は、一般に高身長で、170cm 近い被葬者もいるんだぜ。しかし、各地の豪族の墓の男性被葬者の平均は約 160cm だし、横穴墓の埋葬者は 158cm となっていて、古墳時代の人骨は、縄文人や弥生人の骨格のような骨太さや頑丈さが目立たなくなっているのだって。体の大きさがそんなに違うのかい？そう、やっぱり、貧富の差や身分の格差が広がったせいかもな。それに縄文人や弥生人と、骨格や顔立ちが違うのは、食生活や生活様式の変化とか、食べ物が柔らかいとかいった生活レベルの変化で階層化がされた証なんだぜ。今後、科学が進歩して発掘調査と研究が進むと、さらに色々なことがわかるはずなんだけどさ。ああ、日本では天皇陵が発掘できなかったっけ？そういうこと、それに、他の国でも政治的に研究にストップがかかることもあって、なかなか進めないこともあるらしい。研究者の方は、まず周りを固めて、ここを調べると、ここまでわかると、はっきり明示すれば、やがて研究できるのでは、とおっしゃっているようだけど、素人考えでも、民族のルーツだけでなくて、遺伝病とか、他の研究にもつながるんだから、研究に制限をするなんて愚の骨頂だと思うぜ。そうよね、難しい科学かと思ったけど、意外な事実もあって、興味深かったわ。だな。ってことで、日本人は一体どこから来たのか？最新 DNA 解析で分かった真実は、これで終わりだぜ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。